僕が生まれ育った大好きな宮城、大好きな東北が今回こういう震災にあってすごく心痛いし悲しいです。これからも僕は少しの力かもしれないですけど、何ができるかを考え支援し続けていこうと思っています。皆さんの力も加わればもっともっと大きな力になって一日も早く早い復興に近づくと思います。これからもご協力をよろしくお願いします。